皆様こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。自分のテリトリーを守ろうと吠える習性は縄張り行動という。答えは丸です。犬が自分のテリトリーを守ろうとする習性を縄張り行動と呼びます。自分の縄張りである家などに近づいてくる人や動物に対して吠える行為はこの習性から来ています。縄張りに入ってきても攻撃的な行動を取らなければおやつをもらえるなど、吠えなければ良いことがあると結びつけてあげましょう。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。